全部で62個ですね。あそこの、そこの圃場だけでね。はい、どうもー、ターガボンです。ファーミングシミュレーター続きをやっていきたいと思います。今回はですね、この後ろの牧草畑の、牧草の収穫をね、していきたいと思います。こちらですね、18番の牧草畑の収穫をしていきたいと思います。18だよね。あれ、どこまであるんだったっけ。あ、18ですね。なんか向こう側あれですね。読み込みが遅いだけが。そうそう、ここまでですね。この17番とのこの境目のここまでが18番の圃場となっております。こちらの牧草の収穫を、アルバイト君をね、引き連れて1個連帯でね、やっていきたいと思います。これがね、乾燥のスクエアベールなんだけど、この乾燥スクエアベールが今のところまだね、一番上のオブジェクトって書いてるところが今のある現在の数なんですが、311個ありますんで、まだね、持ちますんでね、こちらの乾燥の方はね。なので、この間の牛舎をね、建てる会の時にですね、ラッピングベールのね、一応自分は貯金と言ってるんですけども、まあこちらのバンカーで作ってるね、サイレージが、まあ、あるうちはとりあえず、換金してお金にするためのね、手段として一応取ってますんで、それがね、全部なくなっちゃいましたんで、まあ、今回は、ラップサイレージとしてね、収穫することにしました。よし、そういうわけでね、今回はラップサイレージとして取ります。あれ、芝が入ってるな。あ、いいか、芝ならいいね。そしてね、とりあえずこいつに、PC の方ではですね、モッドでね、フォロミーっていうのがね、ありまして、それは何かって言ったらですね、バイト君が、前の、セットしたね、車両についてくるね、モッドになります。そしてこれで一応ね、スイッチを入れて、スイッチ入ったね。で、一応ピッカーを下ろした状態でフォロミーをかけます。よいしょ、こういうことですね。これで一応フォロミーがつきました。来ております。はい、もうバイト君が乗りましたね。このバイト君が、自分の運転するこちらのね、 T7 の方をね、追っかけてきます。次に、トレーラーだね。トレーラーの準備をします。危ない危ない。はい、そしてね、こいつはね、フォロミーをかけるんですが、トレーラーはロールベーラーの方から降りてくる、出されるベーラーが自分のトレーラーのどちらかサイドにね、転がってくるように設定したいんで、まずフォロミーをセットして、今これ、ライトオフセット3.0ってなってるんで、まあ、このままでやっていきたいと思います。多分ね、大丈夫だと思うんだよね。これで降りて、そしたらこっちのほら、トレーラーにも、あ、おばちゃんが乗ってますね。それではスイッチを入れて、一番前のスイッチを入れて、下ろすとこんな感じね。でね、ちょっと買ってみなくても大丈夫か。後ろも降りましたね。降りてますね。そしたらこれで買っていきたいと思います。ちょっと待ってよ、ついてくるかみたいにね。お、ついてきてる。あ、ついてきてますね。こんな感じで後ろからついてきます。で、ちゃんとね、ベーラーの方もね、ロールベール巻いてくれると思うんですよね。来てますね。あ、今後ろに、出してね、巻いてますね。大丈夫そうですね。じゃあ行きましょう。どんぐらい取れますかね。結構ね、取れるような気がするんだけどね。情報ウィンドウは出ないな。ちょっとどうだろう。これ、サイドギリギリまで作ってたっけ。あ、もうギリギリまで作ってんだな、俺は。
そうだ、忘れてた。1個忘れてた。せっかく。おい、待ってくれ。積んでねえもん、これ。はい。だって、ホロミ解除。で、作業ポジにしないとダメなんですよ。作業ポジションにして、そして追走させないと積んでくれない。積みましたね。これで一応作業ポジションになったんで、オートローダーがね、自動で、このトレーラーの横に来るとね、受け取ってくれます。そしてね、これでこれちょっと待って、お前下ろすね、絶対下ろすね、ここで振ってるわけじゃないよ。これでフォローミー、オッケー。じゃあ行くよ、みんな、ちゃんと体調機についてくるんだ。どうでしょう、こんな感じで、後ろでね、ロールベールを作って、そのままラッピングして、その後ろからトレーダーが来て、自動で、ベールを乗っけていくと。で、ベールが溜まったところで、自分がね、トレーラーを乗り換えて置きに行くみたいな、ね、感じにしてます。こういう借り方するとさ、多分機械詰まるんだよな。まあいいか、端がわからないんで、先に端をね、ちょっと買っちゃいます。ここね、牛舎を作ったことによってね、ちょっと土手になっちゃったんだよね、これね。もともと平らにしてたんだけど、おお、結構きつい土手だな。まあいいか。来てる？来てないじゃん。やべえ、ちょっと山の上まで行って一回止まりますね。あ、マジ？ちょっと待って、ホロミサポートできなくなっちゃった。邪魔されてます？何やってんの？あらら、ダメじゃん。ちょっと一回戻ります。やっぱりな、ちょっと距離空きすぎちゃいましたね。距離が空きすぎるとこうなります。はい、サイド、コロミー欲しいね。いますよ、お願いしますよ。どうですか、来てますか。また上に乗っかってる、あいつ何やってんの、さっきから何してんの、あのトレーラー。こいつは一体何なの、下手。ふざけんなよ、お前。もう2回も3回も同じことしやがって。落ちろ、危ねえな、もう。もうちょっと距離空けるかい。ちょっと待ってよ。ちょっと広げましょうか、距離をね。60m ぐらいにします。 60m なのかな、わかんないけど。こんなことを初めてだ。ちゃんと走ってくれ、仕事が進まないじゃないか。行くぞ。よっしゃ。そしたら、トレーラーがいっぱいなんで、一回ね、交代します。待て、こらー、ちょっと待って。だから乗っかってるじゃん、また。もう、バカ、お前。バカ？同じこと何回も繰り返して。ロール、このラッピングベールのね、ラップサイレージの置き場はね、ここにね、一応ね、作りました。これね、
ここです。ここがラップサイレーションの行き場になります。どうしようかな、こっち側から置くか、ここね。で、下ろします。よいしょ、ここですね、ここに下ろします。こんな感じですね。いいね。で、ここに下ろした後に発酵がね、発酵だね、いいんだね、発酵でね、発酵が始まって、何日か後かに、サイレージになります。ラップサイレージにね。だから巻いてすぐはラップサイレージにはなって、サイレージだね、サイレージにはなってます。あ、やばいやばい、運搬も、あー、降りちゃった。運搬ポジション、作業ポジションにします。このラップで、サイレージを作る場合はですね、シーズンズの場合はラップにしてからね、しばらくしないと、サイレージ化されません。あれ、めっちゃ向こうに1個ラップベールがあるんだけど、ほら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 、なんでこんなとこにあんの。吹っ飛ばされたんだね、多分ね。はい、こっちだね。よし、じゃあ再開するよ再開するよ、いきます。あとですね、もし何かありましたらコメント欄の方に質問とかね、聞きたいことありましたら書いてください。あとですね、まあ、ここね、こういう風にしたらいいよとか、こういう風にした方がやりやすいんじゃないですかみたいな、もしありましたらね、そちらの方も、コメント欄の方にお書きください。またね、なんか、まあ、普通のコメントもね、全然答えていこうと思ってますんでね、そちらの方ももし何かありましたらね、コメント欄の方に書いていただきたいと思います。まあ、できるだけね、まあ、動画の中でね、質問とかありましたらね、答えていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。うん、なんか口が回らんな今日は。はい、それではですね、刈り取り作業の方はこれでね、最後ですね、ここで終わりです。はい、終わりました。よっしゃ、したら機械を、あれ拾いきれてなかったんだね、あのやつは。まあ、いや、あちこちにね、2、3個ぐらいに転がってたんでね、それを最終的に回収しますけど、とりあえずね、刈り取りはここで終わりですね。なので、機械を、スイッチを切ってですね、閉まっていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。こんな感じかな。これも、ここにカットして、ちょうどいい感じであれですね、草もね、はけたみたいですね。ただまあ、5% 入ってるってことはね、次取り合ってもまた芝になってしまいますけどね。こいつラップサイレージでしかね、使ってないんでね、このね、ロールベーラーはね、コンビのね、こいつは。なので、次もまたね、あれ、なんでなんで、コロミーは、あ、ホロミーじゃないや、機械を切って、ピッカーを上げると、はいと。いいね、降ります。で、トレーラーに乗って、これもホロミー解除して、さっきの拾えなかったやつ拾いに行ってきましょう。あ、まずこいつ拾うか、これね。全部で62個ですね、あそこの底の補助だけでね。62個か。まあまあ取れてるんじゃないかな。ちょっと待ってよ。これで、下ろすにして。あれ？あれ？降りた。なんだ？これでいいのか。こんな感じですね。一応、容量としてはね、110個のベールをね、入れることができます。で、現在は先ほども言った通り、62個のね、ベールを入れました。で、発酵中が同じく62個という感じですね。なので、巻いて、ラップで巻いてすぐにはね、シーズンズの場合は、サイレージにはなりません。
普通のゲームモードではすぐねラップで巻くとねサイレージになるんですけども、まあ、シーズンズではなりませんね。これはね多分あの PS4 の方も同じですね。パソコンも PS4 も仕様が一緒だと思われます。それではですね、今回は、この18番の補助の畑のね、牧草の収穫ということで、ラップサイレージとして収穫しました。最終的な個数は62個。現在ですね、発酵中ということでね、これから何日間かかけて、ラップサイレージになると思われます。まあ、そんな感じで今回は終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてね先ほども言いましたけども、コメントの方で質問等を受けておりますので、もし何かね聞きたいことがあればですね、コメントの方に書いてください。自分の方でね答えれる範囲でね答えていきたいと思いますのでね、あとはまあ普通のコメントもね待っていますんでよろしくお願いします。それではまたです。